国道117号起点長野県長野市中五所、交差点国道117号終点新潟県小千谷市三福津西交差点国道117号は、長野県長野市から新潟県小千谷市に至る一般国道である。国道18号と並んで、長野県北新地方と新潟県を結ぶ主要ルートの一つであり、こちらは大部分を千曲川、信濃川、JR 飯山線と、 並行している。国道18号との重複区間が指定区間となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。海助政ケ館バイパス、長野県飯山市、大ア橋長野県新潟県廃油、改良廃,廃改良は、中尾沼群津南町上里大井平から道町。 赤沢に至る延長 1.18km のバイパス道路である大倉バイパス共用移行本路線で新潟県内唯一の福音協商区間であり線形不良や高度の堆積などの問題を抱える廃部スノーシェッドを新トンネルにより通過すべく2016年に事業着手された大倉バイパス大倉バイパスは 中尾沼群津南町圧市が先地内の延長 1.34km のバイパス道路である、原道の老朽化一印く、福音教省、線形不良である、大倉スノーシェットの区間を解消するために建設された。バイパスは 885m の大倉トンネルを持って、原区間を通過することとし、百九十九年に事業着手し、二千十一年十月十五日に、 開通した、西小路屋バイパス西小路屋バイパスは、小路屋市大技山本から同市桜町に至る延長 3.050km のバイパス道路である。小路屋都市計画道路3.243、西小路屋環状線の一部として、小路屋市街地における環状道路の一部を形成し、市街地から通過交通の排除による渋滞緩和と地域間交流や地域、 経済活性化を目的として1987年に事業着手し2001年11月30日に全線が完成共用した西オ路屋バイパスの終点側で連続して環状道路の一部を形成する桜町交差点から全国バイパス起点の千谷川4交差点は指導として建設の後国道に編入され2009年4月1日に 旧道の国道指定が解除された。なお、同区間は国道351号及び一部が国道403号の重複区間となっている。仙国バイパス仙国バイパスは、小千谷市線谷川4丁目から、同市大技仙国に至る延長1 7 9 0トルのバイパス道路である。交通の円滑化や仙国工業団地への 交通利便性向上などを目的として2006年に事業着手され、2015年4月に460メートルが部分開通、2016年11月14日に部分開通区間を含む1.790キロメートル全線が開通した。西小路屋バイパス同様小路屋都市計画道路3.43西小路屋環状線の一部として建設された。なお、同区間は、 国道351号及び国道403号の重複区間となっている国道403号からの分岐長野県飯山市飯山副樹町橋編集トンネル編集道の駅編集交差する道路転送元カテゴリ西小路やバイパスに関するカテゴリ全国バイパスに関するカテゴリありがとうございます